毎日暮らしている中で、日本人は治安について意識することがあまりないですよね。世界で先進国と呼ばれているアメリカや西欧諸国は治安が悪く、危険も多いと聞きます。その理由は人種差別や難民の出入り、そして麻薬の存在です。そして、暗い時間帯に一人歩きをすると、刃物で刺されたり銃で撃たれたりすることがあると言います。銃社会ではない日本人には、想像できない話ですね。世界で最も治安が良いとされる日本ですが、最近では人柄も注目を集めているんです。それは、海外では珍しい、日本人の正直なところや、良心のことでした。一体、どういうことなのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。まず、日本旅行に来たロシア人の話をご紹介しましょう。東京にある警察署に、外国人女性2人が訪れました。慣れない英語で、財布をなくしました。という外国人女性は、どうやら母国語が英語ではないようです。それに気づいた警察官は、どこの国から来られたのですか?と、尋ねてみました。外国人女性がロシアから来たことを伝えると、警察官は慌てることなく微笑みます。その警察官は、ロシア語の特別採用枠で採用された、今井巡査だったのです。どこでなくしたか、お話を聞かせてください。と、ロシア語で話しかけると、外国人旅行客たちは安心しました。今井巡査が話を聞くと、空港からホテルに移動するとき、バスの中で、30万円入っている財布をなくしました。と、詳しいことが分かったのです。今井巡査は急いでバス会社などに連絡を入れました。すると、バスの運転手が落とし物の財布を保管していることが分かったのです。ロシア人女性は、現金を含めて財布が無事に戻ってきたことに心から喜びました。そして、その場に座り込みながら、日本に旅行するのが夢でした。もし財布が戻らなければ、旅行を諦めて帰るしかなかったのです。本当にありがとうございました。と、寺田巡査にお礼を伝えて、旅行の続きへと向かったのです。このことはニュースになり、イギリスにも伝わりました。イギリスの BBC は日本で起きたことを伝えた後、日本人は他人のものには興味がなく、落とし物に手を出すことを嫌います。これは、日本の環境が発達していく中、自然に民度が高まったものと考えられるのです。と、付け加えました。このニュースを見た海外ユーザーから、たくさんのコメントが届いていますのでご紹介しましょう。買い物中によく携帯電話を落とします。でも、忘れ物保管庫にいつも届いているわ。日本は世界で安全なだけではなく、治安の良さもバッチリなのよ。カフェでトイレに行くとき、財布などの貴重品は手元に持っておくわよね。でも、日本の友人はいつもテーブルに置いていくの。理由を聞いたら、トイレで財布を使わないからって言われて驚いたわ。日本に住んでいたとき、携帯電話をお店のテーブルに置いたまま出たことがあります。慌てて取りに行くと店員さんが覚えていてくれて、すぐに渡してくれました。誰かに盗まれたりしないし、良心的な国だったよ。日本のマクドナルドで、ノートパソコンを置き忘れた時は焦ったよ。気づいてから取りに行くと、同じ場所に置いたままになっていたんだ。イギリスだったら、二度と手にすることはなかったと思うよ。どのコメントを見ても、治安の良さがわかりますね。さて、コメントの中にとても気になるものがありました。投稿されたコメントに共感を覚えたスペインからの留学生が、日本がなぜこのように正直な国なのか教えたい、と書いていたのです。それでは、このコメントについてご紹介していきましょう。スペインから日本に留学したペーターさんは、海外で旅行を計画するとき、一番心配するのは治安だと思います。ご存知かもしれませんが、スペインはスリや泥棒が多く治安は良くありません。大使館に行くと、持ち物を盗まれた観光客がたくさんいます。と、スペインの治安について話は始まります。皆さんは、スペインの治安が悪いことをご存知でしたか?スペインでは、東洋人への人種差別がひどいのです。また、ホステルで麻薬をする若者と遭遇することもあるでしょう。レンタカーを借りる人は、駐車する車の中に、
貴重品を置いたままにしてはいけません。車の窓を割って中のものを取る人たちもいるのです。国によって人種差別が残っていることはあるかもしれません。しかし車を割ってでも盗むというのには驚きますね。ペーターさんはスペインで旅行をした時に困らないために対策方法を書いていました。どうやらスペインではチームを組んでスリをする人たちがいるようです。上着で手を隠しながら財布を盗んだり、わざとぶつかって何かを落とした瞬間に盗みます。そのような犯罪が多いのはバスや地下鉄などの公共交通機関を利用している時が多く、気をつけなければいけないそうです。また公共交通機関を利用する時にはカバンは前に抱えることが大切とありました。スペインでは食事の時にもカバンを守りながら食べるそうです。日本ではカバンを置くためのカゴが準備されていることもあるので、ペーターさんは驚いたかもしれませんね。彼女はスペインだけではなくブラジルに旅行した時のことも書いていました。日本に来る前はブラジルに行きました。治安が悪く人々は気性が荒い若者が多いです。気立ては良いですが、一度怒ると暴力的になることもあります。不法銃器と麻薬、人種差別や強盗など危険なことがたくさんある国です。ブラジルの治安が悪いことが伝わりますね。他にもペルーやボリビア、アルゼンチンなどにも危険がたくさんあるそうです。夜中にギャングの銃声で何度も起きたことや、外に出るときは常に周囲を気にしていたといいます。そしてブラジルとコロンビアで銃に撃たれて死にかけたこともあるそうです。旅行に行って撃たれるなんて本当に怖いですよね。またベーターさんの友人は車に乗って信号待ちをしていたときに窓からネックレスと携帯電話が盗まれたそうです。ここで注意しないといけないことは、絶対に追いかけないこと。もし追いかけてしまうと迷路のようなところに迷い込み命を落とす危険があるそうです。ペーターさんは二度とブラジルには行きたくないと言います。初めての海外旅行がブラジルだったことも日本の治安の良さについてコメントした理由の一つかもしれませんね。それでは日本でどのようなことを感じたのでしょうか。日本で初めて生活をした時、日本人の危機感のなさにショックを受けました。持ち物をどこにでも置いて歩いているのに、警察官がパトロールをしているわけでもありません。お店に入った時に誰かが席を外すと荷物を取られるかもしれないと心配で見張っていたこともあります。しかしお互いを信じて暮らしている日本ではそんなことをする必要がなかったのです。海外の人たちからは日本人は危機感がないと思われても仕方がないかもしれません。私たちの普段の生活は安全に満ちていることがわかりますね。ペーターさんは東京都の街中を歩くのが好きで、日本の中でも特に治安が良いと言います。日本でトップの東京大学がある文京区は緑も多く都会だけど住みやすい地域ですね。中央区にある銀座は富裕層が多いですが治安は悪くありません。新宿には歌舞伎町があり繁華街としてにぎわっています。クラブなどのお店があり、夕方以降は客引きから声をかけられることもありますが、警察官のパトロールと防犯カメラがあるので危険は少ないです。海外から見ると東京はとても安全な街ということがわかりますね。日本は世界治安順位で常に上位に入っているのをご存知でしょうか。日本人は子供の頃から周りに迷惑をかけないよう教えられてるからかもしれませんね。また日本人は必要がなければ周りの人たちに話しかけず、地下鉄や電車の中でたくさんの人がいる中でもぶつかることがほとんどありません。そんな日本で過ごす中でペーターさんは驚きの連続だったそうです。その中でも忘れられない出来事がありました。友達とお酒を飲んだ後のことです。道端で少し横になってから家へ帰ったのですが、カバンをどこかに置いてきてしまったのです。次の日の朝、カバンがないことに気づいて家に帰ってくるまで通った道を思い出しながら探しました。中には大切にしていたエアーポッツや財布などの貴重品が入っていたので、見つからないかもしれないと思いながら横になった場所に着きました。周りを見渡してもカバンはどこにもありません。日本人は人のものは取らないというのは嘘だったのかと残念な気持ちで家に帰ろうとしました。大切なカバンがなかったらショックですよね。
一体カバンはどこへ行ったのか気になりませんか。実はこのお話に素敵な続きがあったのです。ペーターさんがカバンを諦めて帰ろうとした時、近くのお店から一人の日本人のおばさんが出てきました。カバンをなくしたのかしら、突然聞かれたペーターさんは驚きのあまり言葉が出ません。何かを探しているように見えたから声をかけたの。昨日そこでカバンを拾ったんだけど違うかしら。見せてもらうと、それはペーターさんが探していたカバンでした。ごめんなさいね、連絡先がないかカバンを見せてもらったわ。何も見つからなくて警察に届けに行こうと思っていたところだったの、とおばさんは笑顔で話してくれました。ペーターさんは何度もお礼を伝えながら、カバンが見つかった喜びとおばさんの優しさに涙を流しそうになったそうです。そして何度もお礼を伝えるペーターさんに、お礼はいいからいつか丼を食べにおいで、とおばさんは言ってくれました。ペーターさんにはおばさんが救世主に見えたかもしれませんね。もちろんカバンの中は何もなくなっていません。ペーターさんは、世界中を見てもこんなに親切な国はありません。この日の出来事が日本を大好きになったきっかけです、と喜びを伝えていました。数日後にはたくさんの友達を連れてお店に丼を食べに行ったそうです。その日みんなと食べた丼はおばさんの気持ちのように温かく心も温まったといいます。スペインだけではなく他の西洋国でもこんなことは起きないでしょう。日本人は日本に住んでいることをもっと誇りに思っていいのではないでしょうか、とペーターさんはコメントの最後をこのように締めくくっていました。日本は治安が良いだけではなく心の在り方が優しいということがわかりますね。このペーターさんのコメントにもたくさんの人からコメントが寄せられました。その一部をご紹介しましょう。日本に留学してから会社の80万円もするカメラを2回なくしたの。それも電車の中で。2回とも無事見つかったし、日本人のことを信じていたから怖くなかったわ。日本の友人が結婚するため結婚式に参列しました。そこではテーブルの上にブランドバッグや携帯電話などの貴重品を無造作に置いていたのです。お互いに信頼し合っている日本人だからこそできるんだと思います。観光スポットを回っているとお店の前にスーツケースを置いて中に入る人たちを見かけるわ。日本は大丈夫っていう信頼があるからできるのね。このように日本人の両親を褒めたり信頼しているコメントがたくさんありました。日本の治安が良いのは両親を持った日本人が多いからかもしれませんね。他にも登山に来た外国人観光客のお話があります。白砂山に一人で登った外国人観光客は日本の治安が良いことを知っていたそうです。山を登っていると日本人女性が二人近づいてきました。一人で登っているの？と外国人観光客に尋ねたそうです。一人で登っていることがわかると、頑張ってくださいね、と言いながら日本人女性はチョコバーを渡します。初めて会った外国人の心配と応援をしてくれた二人の優しさに心が温まったそうです。住んでいる場所を離れると寂しさと不安が押し寄せてきます。外国人ならより感じることでしょう。日本人の周りを気遣う優しさに外国人観光客は感謝の気持ちでいっぱいだったそうです。日本に来た外国人の話をこれまでご紹介してきました。しかし日本人の良心が発揮されるのは外国人だけではありません。ある地下鉄で起きた日本人のお話をご紹介しましょう。夜9時半ごろ、地下鉄に乗っている40代の男性がとても酔っていたそうです。その男性は電車に揺られて座席から落ちたり荷物を落としたりします。男性はなんとか座席に戻り深い眠りにつきました。しかしカバンと携帯電話が床に落ちたままになってしまったのです。周りの乗客たちはカバンの中に携帯電話を入れて男性の体に斜めにかけてあげました。男性はそれでも起きなかったそうですが、カバンを落とすことはありません。この話は後日ネット上に掲載されました。その記事を読んだ人たちの反応を見てみましょう。カバンが落ちないように斜めにかけてあげるのが親切だわ。
日本の治安は聞いていた以上にすごいのね。地下鉄に泥酔状態で乗ったことが2回あるんだ。1回目はヨーロッパで荷物を全部取られたよ。2回目は日本で荷物は無事だった。そんな状態で乗った僕も悪いけど、寝ても安心できる日本は本当にすごいと思う。学校で働いていた外国人教師が電車で寝ている人を見て驚いていました。その時、日本は治安が良いって思ったけど本当なんだなって思うわ。日本の治安の良さや良心が大絶賛されていて嬉しいですね。お酒に酔っている人を見て、座席から落ちたり荷物を忘れたりしないか周りの乗客が気遣うことは珍しくありません。公園や帰り道の途中で寝てしまっても、いつの間にか家や交番で目が覚めることがあるそうです。また防犯カメラの普及が広まり、街の至るところに設置されるようになったことから、所持品の紛失も減り、忘れた場所に残っていることが多くなっています。見つけたら交番に届ければ良いのではと思いますが、触ると逆に疑われることがあるので、落とし物を見つけてもそのままにするのです。ヨーロッパだけではなく、世界中どこを探しても貴重品を無造作に置ける国はないでしょう。正直な心と良心を兼ね備えている日本だからこそできることなのかもしれません。フランスのとある新聞で急遽日本を特集記事が組まれることとなりました。その要因は、記者が取材のため日本を訪れていた時、そこでしか体験できないある出来事を体験したからだと言います。この特集を組むにあたり、コラムの冒頭にはこう書かれていました。日本人の民度の高さは異常だ。日本で信じられない体験をした。大金の入った財布が無事で戻ってきた。そんな書き出しに目が止まり、多くのフランス人の関心を集めることになりました。新聞というのは、最新の社会情勢や話題の出来事など、その情報を取りまとめて編集し、定期発刊されるものです。新聞は、とりわけ一面記事に大きな関心が集まります。そして、その日組まれた特集が SNS で共有されると、たちまちその内容が大きな反響を呼びました。フランスでは毎年、ジャパン、エキスポというイベントが開催されています。なんとこのイベントは、フランス人によるフランス発の日本文化の祭典なのです。このように、フランス人は非常に日本のアニメやゲーム文化への関心が高いことで知られています。しかし、この特集が掲載された日の新聞には、ジャパン、エキスポの話題はほとんど触れていません。その代わりに大きく取り上げられていたのは、日本での遺失物、落とし物や拾得物、拾ったものについて書かれたコラムでした。その一番上には、ジャパン 90% という文字が。これはその国での拾得物の返還率を表した数字で、拾得物の返還率が高い順に各国の名称が記載されているというランキング形式のようなものです。このデータは、各国の警察や主要な駅へ取材した結果ということもあり、信憑性は十分にありそうです。ところで、この特集が組まれた背景の一つに、日本の地域住民の安全を守る活動をする拠点として地域に根付いたシステム、そう、交番の存在が挙げられます。明治7年8月25日にその前身となる交番社が設置され、これが現在の交番の始まりとされています。実は日本以外の国々では交番に相当する施設が存在しませんでした。しかし現在では交番システムの功績が世界に認められ、シンガポール、アメリカ、ニューヨーク、アジア諸国など交番システムを多くの国々が採用しています。日本では遺失物や拾得物を届け出る場所は交番ですよね。では交番の存在しない外国ではどうしているのでしょうか。例えば落とし物を見つけても目立つところに置いて、取りに戻ってきた人が気づきやすくする。実はこの行動がグローバル、スタンダードのようです。しかし、財布など金銭的に価値のあるものの場合は、話はそう簡単ではありません。拾われても、こっそり着服されてしまう場合が多いためです。例えば、
中国は遺失物の返還率がおよそ 6%。 落とし物が戻ってくることはないと考えるのが一般的と言える数字でしょう。これは中国に限らず、落とし物を届ける習慣がないばかりか、それを受け付ける場所もないというのが大きな要因と考えられるでしょう。また今回の舞台となったフランスはというと、スリは日常茶飯事と言われるほど窃盗被害に頻繁に遭うといいます。ロマと呼ばれる移民のスリ集団がフランスの観光地などに頻繁に出没しており、相手を油断させ気をそらせているうちにスリを働く、その手口は犯罪であるものの実に巧妙です。特にフランス旅行者に対してスリに注意するよう呼びかけるブログがあったり、フランスの地下鉄では様々な言語でスリに対する注意喚起のアナウンスが入るといいます。その中にはもちろん日本語でのアナウンスもあり、日本人観光客もスリのターゲットになってしまっていることがうかがえます。こうしたスリ集団にしてみれば、誰かの落とし物などは格好の獲物というわけです。こうした状況を考えれば、フランスで落とし物が返ってくる可能性が低いのは当然のことです。このような環境で育った人たちからすれば、落とし物が無事に返ってくるなど到底信じられないことでしょう。ではなぜ日本人は落とし物を届けるのでしょう。今回フランス紙に組まれた日本特集では、その根拠を次のように分析しています。まず筆頭として挙げられたのは交番の存在。その数は日本全国で約6500と言われており、交番のない町はありません。日本人からすれば地域に密着したごく自然な存在として捉えられており、市民の拠り所の一つだというような感覚を持っていると言っても過言ではないでしょう。幼少期から落とし物を拾ったら交番へという教育を受けている日本人だからこそ、その意識の高さが自然と育まれ、落とし物の返還率の高さに直結していると考えられそうです。つまり自分の利益よりも困っている人がいることに考えが及び、その気持ちが行動を起こす原動力となっているという分析も理由として挙げられていました。またこれに関してはアメリカでも分析された経緯があります。米ミシガン州立大学ロースクールの教授が行った社会実験によると、まず交番システムが機能的に働いているとしてあるエピソードを紹介していました。北陸地方のとある交番では、6歳の少年が50円玉を拾ったと届け出たところ、邪険に扱われることなく複数の警察官が応対し、一人の大人に接するかのような丁寧な対応でした。さらに日本のある習慣について話が及びます。何か拾ったら交番に届け出るよう幼稚園などで教えられているとして、その教育習慣を評価していました。このように日本には落とし物を受け付ける場所と届ける習慣という2つの条件が揃っており、これこそが世界で最も遺失物の返還率が高い要因と言えるのではないでしょうか。また日本に研修に来ていたある外国人の青年はこのような体験をしたそうです。ジャカルタから日本に研修に来たジャカルタ国鉄の職員は帰国前にパスポートを紛失してしまいます。しかし誰にも盗まれることなく帰ってきたことに痛く感銘を受けたといいます。そして帰国後は鉄道での落とし物に関する仕組みを見直し、利便性の向上に努めているそうです。このように日本人の落とし物に関する意識の高さは、外国で暮らしてきた人たちの価値観にまで大きな影響を与えています。その他にフランスならではの視点として、実はフランスは日本武道がとても盛んな国としても有名です。フランスでの空手の競技人口は日本、ロシアに次ぎ第3位のおよそ20万人と言われています。また柔道の競技人口は日本の18万人に対してフランスでは50万人以上という調査結果が出ています。フランスでは授業の一環として柔道を教えたり、大人たちは健康増進のために空手をする人が多いそうです。そこで学ぶものは技術だけではなく精神性や礼節を重んじるということです。日本がこれらの武道発祥の地であることから、日本人の精神は空手や柔道などで幼い頃から育まれており、そのことも日本人が不正を許さない真面目さにつながっているのではないか
という推測でまとめられていました。そして特集の中にはフランスの新聞記者が体験した日本人の底知れない優しさについても触れていました。ジャパンエキスポはご存知だろう。フランスで毎年行われるジャパニメーションをはじめとした日本文化の大イベントだ。私はその本場日本に取材に行くこととなったのだ。昔からジャパニメーションが好きだった私は日本に直接取材に行くことが決まり、夢のようでした。そしてオタクの聖地である秋葉原に降り立った私は、異様ともいえる別世界に興奮していました。どこを見ても萌えキャラばかりです。そしてコスプレイヤーが街に溶け込むように自然に歩いています。しかしその夢のような景色に私は完全に油断していたのでした。いつの間にか財布をどこかに置き忘れてしまったのです。私は落胆しました。財布が返ってくるなどということは全く期待していなかったからです。それでも無理を承知で、それまでに取材で訪れた店に電話をかけることにしました。当然のようにどこの店にも財布はないと言われます。財布にはまとまった現金が入っていたこともあり、誰かがくすねたのだろうと思うしかありませんでした。せめて遺失物届を出そうと最寄りの警察署に向かおうとしたその時でした。私の目にこじんまりとした警察署が飛び込んできたのです。交番をご存知だろうか。そこは数名の警察官が常に駐在し、付近の見回りなどを行っているというところです。恥ずかしい話ですが、私はそんな施設があることも知りませんでした。我が国フランスはもとより、ヨーロッパを見渡してもこんな施設は存在しません。私がこの交番というシステムに感心しながら中に入ってみると、信じられない光景を目にします。なんと一人の青年が私の財布を警察に引き渡すところだったのです。運転免許証を入れておいたおかげで私のものと証明され、その場で受け取ることができました。日本では拾った人が 5% から 20% の放浪金を請求できる権利があるようですが、なんとその青年は届出を出す前だったからといい、私が用意した謝礼を受け取ろうとはしませんでした。日本人は謙虚を美徳とするとは聞いていましたが、これには驚嘆しました。しかしこのまま引き下がれなかった私は、お礼と取材を兼ねて近くのカフェで食事をおごらせてもらったのでした。どうして財布を盗まなかったのですかという問いに、青年は、財布を落とした人が困ってると思ったから届けましたと、何でもないことのようにそう淡々と答えたのでした。その雰囲気や風貌からオタクとわかる青年だが、その心は優しさに満ちていた。今でも私はその青年とメールのやり取りをしている。このコラムを見たネットユーザーからは、自身が日本で体験した出来事を交えて日本への印象を語るコメントが多く寄せられました。日本は生真面目で他人に冷たいイメージがあったけど、旅行に行ってみたらそのイメージは吹き飛んだよ。もちろんフランス語では理解してもらえなかったけど、地図を見せながらラーメンショップと聞いたら、ボディランゲージで生き方を教えてくれたんだ。あの時食べたラーメンは最高の味だったね。私は日本が大好きだわ。バスの中にお菓子を忘れた時、発車したバスがすぐに止まって、女性が降りてきて走って追いかけてくれたの。そのおかげで無事にお菓子を持って帰れたし、彼女の優しい笑顔にとっても癒されたわ。日本にはぜひもう一度旅行に行きたいと思ってるわ。日本人の優しさはとんでもないよ。僕が日本でしか売られていないゲームを探し出せずにいたら、店員がスマホでどこにあるか調べてくれたんだ。最終的に近所のライバル店に電話して在庫の確認までしてくれた。自分の店の利益にならないのにそこまでしてくれるなんて感激したよ。日本では交番に常駐する警察官をおまわりさんと呼んで、親しい存在として頼りにしていますね。また日本人は自分がされて嫌なことを相手にはしないし、されて嬉しいことは相手にもしてあげるという思いやりの心が育まれており、この2つの相乗効果が数字に現れたに違いありませんね。こんな国が地球上に存在するなんて、
この体験は目から鱗だったよ。このように SNS に投稿した人物はイギリス在住のテリー・リチャードソン。彼のこの投稿には日本の空の玄関口成田空港で見たある光景を収めた写真が添えられていました。それはバス乗り場にずらりと並んだ何の変哲もないキャリーバッグの数々の写真です。この投稿を見た世界中のネットユーザーから信じられないといったコメントが相次ぎました。しかし私たち日本人にはそのキャリーバッグの何が彼らを驚かせたのか理解できませんよね。ただ彼にとって成田空港に滞在した数時間は信じられない光景の連続だったそうです。そこで今回は外国人から見た成田空港の凄さについてテリー・リチャードソンの証言を交え見ていきましょう。まず彼は日本旅行に際し事前に成田空港について独自に情報を調べたそうです。はじめに彼はイギリスの航空サービスリサーチ会社スカイトラックスが調査した世界空港ランキングを覗いてみることに。すると2022年の調査では羽田空港2位、成田空港4位にランクインしています。また清潔さ、高齢者等に配慮された施設の評価など成田空港を含む日本の空港が上位に位置しており、日本の空港が世界で高く評価されていることがうかがえます。そうして彼の日本旅行への期待度はリサーチを進めるごとにますます高まっていきました。そしていよいよ日本へ旅立った彼ですが、イギリスから成田空港まで15時間以上という時間をかけ成田に到着した彼はこう言います。ずっと飛行機に座りっぱなしで成田に着いた頃には相当疲れてしまったよ。でも成田空港に降り立って一瞬で疲れが吹き飛ぶくらい驚いたよ。まるで未来にでも来たような感じがしたんだ。空港内はとにかく広く近未来的なデザインが素晴らしく、校内をセキュリティロボット巡回する様はさながら SF 映画そのものだったといいます。そして広さやデザインもさることながらその快適さにひどく驚いたといいます。彼はこの空港に込められた日本人のおもてなしの心を感じたそうです。また成田空港は空の玄関口としての機能だけではなく巨大な商業施設としての側面も持ち合わせています。実は成田空港は日本一のショッピングセンターでもあるのです。空港は手続きが煩雑なことから出国前に余裕を持って来航する人がほとんどです。その手待ち時間を利用し買い物を楽しめるような空港利用客のニーズを満たす商品群が大きな売り上げにつながっているそうです。このように成田空港では利用客に快適さと楽しさを感じてもらうために様々な工夫を凝らしているのです。さてその中でも彼が興味を惹かれたものは日本の伝統文化、着物を体験できるブースでした。彼はそこで日本の伝統文化を見たり実際に体験したりとしばらく充実した時間を過ごしたそうです。そしてその体験を通じて全く知らなかった日本の歴史を垣間見ることができてとても楽しく貴重な思い出になったといいます。こうして彼はワクワクしながら空港内を探索しているとあるブースが気になり覗いてみることにします。そこはナップルームと呼ばれている旅の疲れを癒すための場所でマッサージチェアがずらりと設置されているようです。そのマッサージチェアは全身を包み込むほど大きくてとても気持ちの良さそうなものでした。でもこれは VIP 専用ブースだと思い彼は呆然と中の様子を覗いていただけでした。しかしそこに居合わせた日本人が使ってみたらというのです。それを聞いた彼は100円で誰でも使えるから一度試してみたらって言われたんだ。こんな素晴らしいマッサージチェアがたったの100円だって嘘だろと思ってしまったよ。こんなサービスが利用できるなんて本当に驚いた。彼は空いているマッサージチェアを見つけるとキャリーバッグをすぐ隣に置いて腰掛けました。ただ彼はなんとなく日本人たちからの視線が気になったといいます。どうやらキャリーバッグを肌身離さず近く置いていることが不思議に思っているようでした。しかし逆に彼も日本人の行動に違和感を持っていたといいます。その理由は日本人は全く警戒する素振りもなくキャリーバッグを放置し食事を楽しんでいるからです。数十万人もの人々が行き交う空港で
周りの人間を気にすることなく荷物を放置して、なぜ日本人はあんなに無防備なんだろうと不思議でならなかったのです。そう思いながら、体が軽くなったところでナップルームを後にし、ようやく出口に向かい歩き始めました。彼は空港内を長い時間探索していたため、空腹感を抑えきれずそのまま校内で食事をとることにします。彼はせっかくなので日本食をと思い、人気のありそうな蕎麦屋に入店しました。僕は席に座り、配膳されてくるのを待つ間もキャリーバッグをそばに置いてずっと警戒していたよ。でも蕎麦を食べた瞬間、そのあまりの美味しさに食べることに夢中になってしまったんだ。僕は今本物の蕎麦の味を知ってしまい、もうすでに日本料理の虜になりそうな予感がしたよ。彼は食事を終えると再び出口に向かって歩き出します。するとその途中で、少し変わった形の車椅子に乗った観光客がエレベーターに向かう姿に目を奪われました。ずっと見ていると、どうやらその車椅子は自動で進んでいるように見えました。さらにエレベーターも何の操作もすることなく扉が開いたのです。実はその車椅子、自立運転する機能を備えた最先端の電動車椅子でした。これは日本のあるベンチャー企業が開発したもので、2023年に導入されたばかりの自動運転モビリティで、搭乗ゲートを指定するだけで自動操縦によって人も荷物も運んでくれるというのです。しかもエレベーターシステムとも連携しているため、階をまたいでいても利用できるそうです。この電動車椅子は障害者以外にも高齢者など歩行が困難な人たちの利用も可能だといい、彼はこの革新的な乗り物にとても驚いたそうです。その後彼は何気なしにトイレに立ち寄りましたが、そこでも驚くべき光景を見ることになりました。トイレに入ったはずなのに、なぜか現代美術館さながらの空間が目に飛び込んできたんだ。この時は間違った場所に来てしまったと本気で思ったよ。実は彼が何も知らずに入ったトイレは、ギャラリー TOTO のブースで、日本が誇る老舗企業 TOTO の体験型ギャラリーだったのです。このブースではとにかく近未来的な空間に形やコンセプトの違う多機能トイレが9室設置されていて、日本のトイレ文化、技術力を発信する場所となっていました。トイレに対する固定概念が完全に崩壊してしまった。外でずっと写真を撮っていたよ。でも日本人にとっては取り立ててすごい光景には見えないようだね。日常的に見慣れているからなのだろうか、全く驚く様子もないんだよ。さて、ようやくターミナルビルを出た彼はバス乗り場へ向かい歩き出します。そしてバス乗り場に近づいてくると、彼は異様な光景を目にします。これは日本以外ではありえない光景だと思い、とにかくシャッターを切ったそうです。この時の写真こそ、彼が後に SNS に投稿したキャリーバッグがずらりと並んだ写真です。あろうことか、日本人はバスに乗る順番待ちをするためにその場にキャリーバッグを置き去りにして、自分たちはというと平気で他の離れた場所に行ってしまうのです。この様子を見た彼は、キャリーバッグを差し上げますと言っているようなものだと心配になったそうです。仕方がないから、僕がこのキャリーバッグを見張ることにしたんだよ。そしてバスの発車時刻少し前になって、キャリーバッグの持ち主たちが戻ってくる姿に彼は絶句します。こんなことありえないと思ったよ。キャリーバッグを放置したまま用事を済ませてくるなんてね。しかもみんな平然とキャリーバッグのところへ戻ってくるんだ。中には貴重品も入っているだろうに、誰も盗まれるかもしれないなんて思わないってこと。結局誰一人怪しい人物がキャリーバッグに近づくこともありませんでした。しかし彼はなぜ日本人は盗難の心配をしないのか大変気になりました。持って行ってくださいと言わんばかりの状態なのに、誰一人として他人のものに手を出さない。この事実に驚いていたのは彼とその他の外国人だけでした。彼は日本の治安の良さに痛く感心し、自分の行為は取り越し苦労だったと笑ってしまったそうです。最後に彼は成田空港での体験をこう締めくくりました。これまでいろんな国を訪れ、数多くの国際空港を見てきたけど、成田空港には本当に驚かされたよ。質の高いサービスもさることながら、そのほとんどが無料で提供されていることには感動した。
観光客にこれほど文化的な楽しみと安心感をもたらしてくれる空港は日本にしか存在しないと思うよ。実はイギリスに帰国してからもまだ日本での体験が冷めやらないんだ。あんな国が地球上に存在するなんてね。さて、イギリスの経済雑誌エコノミストの調査部門は各年で世界の安全な都市ランキングを発表しています。この調査によると日本の東京都は常に上位にランキングされています。また外国人から見た日本の魅力は何かというと、一つ目に安全性、次いで国民性という意見だったそうです。ではその魅力的とされる安全性と国民性とは具体的にどういうものなのでしょうか。よく見かける例で言えば、カフェで席を離れる際に客は荷物をその場に置き去りにしたまま向かったり、電車、図書館など公共の場では周囲に配慮し、控えめな声で話すように心がけます。こうしたことは日本人にとっては当然のマナーとあっても、外国人の目には印象的に映るようです。ヨーロッパ諸国など、外国ではスリ盗難が非常に多く、それで生計を立てている輩もいるほどなのですから、街を歩く際はバッグや携帯電話は必ず手に持ち、可能であればダミーの財布を所持したりと、工夫を凝らさなければならないほど常に警戒を怠ることができないのです。また地下鉄やバスの車内といった公共の場でも大きな声で会話をしたり、イヤホンなしで音楽を聴いたり、周囲の迷惑になる行為も当たり前のように見られるといいます。日本人の他人に迷惑をかけない、自分がされて嫌なことは他人にもしないといった慣習が日本の安全性や国民性として現れており、それを見た外国人は衝撃を受けるのでしょう。今回は成田空港について見てきました。日本の空港では荷物受け取り場の職員がキャリーバッグを一つ一つ拭いていたり、運ばれてくるキャリーバッグが傷つかないよう手で受け渡しをしたり、持ちやすいように持ち手を上に向けて置き直したりと、日本人の丁寧な仕事ぶりが海外で評価されています。国の玄関口でもある空港はその国の縮図となって現れ、外国人たちに高く評価されているのです。これは私たち日本人にとって大変誇らしいことですね。では成田空港について寄せられた海外からのコメントをいくつかご紹介しましょう。日本人は些細なことであってもあらゆる面で最高水準を保とうとするよね。日本の空港は飛行機が離陸するとき、滑走路にいるスタッフが手を振ったりお辞儀をしたりしてくれる。敬意を持って送り出してくれるあの光景も大好き。日本人にとっては人の所有物を大切に扱うというのはごく自然な行動なんだろうね。マナーでありエチケットなんだ。実際に成田空港に行ったことがあるから、みんなが日本旅行を好きになってしまう気持ちがわかるよ。一度日本に行ったらみんな自分の国を前ほど好きではいられなくなると思う。なぜって、人は本来どのように扱われるべきなのかを知ってしまうからね。日本が誇る国内最大の国際空港である成田空港、そこを訪れたイギリス人のテリー・リチャードソンは、成田空港は僕に最高の感動を与えたと言いました。そして空港だけでなく日本の安全性や国民性は海外から高く評価されているのです。未来永劫このような姿勢を忘れることなく世界に誇れる日本でありたいものですね。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。